それでは青コーナー近藤選手、意気込みをお願いします。まあ、オーディションの日から、まあ、東京来て、まあ、毎日練習して、まあ、それでも気持ちは喧嘩なんで、まあ、今日は喧嘩の決着つけます。あ、もうずっと会いたかった、早くやりたい、お前ともうお前ボコボコにしてやるからな、覚悟しとけよ、お前ら。それでは両選手リングから始めてください。またやってるじゃん。続いては第28戦です。ウェルタ級7点の喧嘩王子、喧嘩王子、そして2選手リングに下がってください。釣りは緊張しすぎて体がもう硬くなってきて、はい、まずは青コーナー発送選手から体重計に乗ってください。まあ、彼をグッダウンして、グッチーとグリップダウンの先を見ます。お前パンチどっちが書いてある？ありがとうございました。だったんだ。坂田選手お願いします。でもさ、はい、多分同じぐらい投げやすさない、まあ、身長同じだと今日試合の結果見てもらえれば分かると思うので、まあ、今日しっかりチャンピオンを超えさせてもらいます。そしてじゃないと今日2度目の引退差し上げようかなと思います。以上です。ありがとうございました。相手はもうやることで、両選手リングから触れてください。でもさ、なかなか続いては第24試合です。ストローク系51秒契約クルーのワンマッチ、杉田フィットバーサスセミナー、2選手リングに上がってください。まずは青コーナー杉田フィット選手から体重計に乗ってください。それが嫌で多分杉田選手 50.20 と、コーナーの安井選手から体重計に乗ってください。安井選手 76.95 キロクリアです。続いてポーランドの資格選手、ポーランドの資格選手 76.15 キロクリアです。それでは両選手前方に出てください。正面に向かってファイティングポーズをお願いします。チャイルカメラに向かってファイティングポーズをお願いします。フェイス2フェイスで行きます。それでは青コーナー番中の選手から意気込みをお願いします。そうですね、意気込みか、切ない話はこの段階でしてもしょうがないかな。ただ一言言わせてもらいます。ライオンになって 100% の番中になります。以上です。まあ、やっとこの日を迎えました。まあ、俺もずっと彼のことを考えて今日も来たので、まあ、特に特別に言いたいことはありません。仮を返させていただきます。ありがとうございました。それでは両選手、リングからお願いします。続いては第28試合です。ライト級71キロ級のキックルールワンマッチ。萩原英介バース。信原さん、2選手リングに上がってください。まずは青コーナー萩原選手から体重計に乗ってください。萩原選手 70.64 クリアです。続いて信原選手にお願いします。信原選手 70.80 クリアです。それでは両選手、前方に行ってください。ファイティングポーズをお願いします。続いて、フェイス2フェイスでお願いします。ありがとうございました。それでは、萩原選手から意気込みをお願いします。今回
準備期間があったので、しっかり試合できたので、前回とは違う試合をお見せできると思います。よろしくお願いします。俺も同じように、前回とは違うかなと思います。まあ、大会要件で、いただきます。ありがとうございました。それでは両選手、リングからお送りください。続いては第29試合です。ウェルター級74キロ契約キックルーワンマッチ、横田辰徳 VS 西谷先生。富野選手、62.00 のクリアです。切れたら負けますから、マジで。しっかり、しっかりやってたかもしれないじゃん。大丈夫ですね。めちゃくちゃ、僕より練習してますから。マジで。寝技できる、できないの話じゃないと思う。ありがとうございました。これではコーナー、ユース選手から意気込みをお願いします。絶対負けユース選手、意気込みをお願いします。そうですね。はい、その気持ちがないです。強い差を見せて、このターンで全てお願いします。8は8です。続いて赤コーナー、小宮選手。内容なんかね、誰も覚えてないです。こいつのことを必ず大臣から引き手で下ろそうと思って、応援のお願いします。ありがとうございました。両選手、リングから降りてください。あっちゃ続いては第30試合です。ミドル級78の契約、MMA ルールワンマッチ、川島優太 VS 佐々木ひろ。まず、さあ、そして喧嘩のプレゼンツブレイキングダウン7メインイベントです。第33試合、無差別級キックルールスペシャルワンマッチ、シルアビディバー。寒いな。とりあえず公開計量お疲れ様です。あれ切れないですよね。切れないですよね。試合開始時間ちょっと試合開始って何時？11時開始ですけど、多分時間押してます。もう今11時になります。
ました。行こうかじゃあ。はい。じゃあ行ってきます。大丈夫です。井口武博選手の入場です。